優勝戦1号艇は地元群馬の金子拓也選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。現状モーター船足どんな手応えできてますか？一瞬出足いいかなと思うんですけど、つながりとかターンのスムーズさがないので、そこだけ今日は調整していきたいですね。シリーズ通してのスタートの見え方というのはいかがですか？スタートがちょっと分かってないですね、今節。はい、でもちょっとしっかり練習して、はい、練習していきます、はい、では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、頑張ります。2号艇は上田竜星選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。気になる船足なんですけれども、初日のドリーム戦のインタビューの時には普通という評価だったんですが、シリーズ通して何か変わったりとか変化ありますか？そうですね、ちょっといろいろ伸び求めたりとかいろいろやって、今はバランス取れて、ちょっとターン回り系統はいいかなと思います。直線に関してはどうでしょうか？は普通ぐらいだと思います。伸びていくことはないですね、はい。優勝戦に向けての調整というのはどのようなことを考えられますか？あとはプロペラ合わせて試運転してって感じですね、はい。さあスタート準優勝戦はコンマ04のスタートだったんですが、シリーズ通しての見え方というのはいかがですか？まあぼちぼちって感じだと思います、はい。では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。優勝を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。3号艇は斉藤仁選手です。優勝おめでとうございます、はい。では現状ここまでの船足の手応えというのはどんな感じになっていますか？昨日に関してはもうちょっと欲しかった伸びも、下がらない程度にはなったのかなと思ってます、では優勝戦に向けての調整というのはどのあたりを求めますか？もうちょっと伸びをつけたいなと思うんですけど、スタートバーシリーズとしてはいかがなんでしょうか？ちょっと様子見てる部分はありますね、はい。では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、A3 周2マークまで頑張ります。応援よろしくお願いします。4号艇は青木源太選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ準優勝戦は道中追い上げて優勝を決めましたが、はい、振り返ってご自身ではいかがだったんでしょうか？だいぶセッティングを変えまして、準優勝戦はターン回り重視で乗れるようにして、感触も一番良かったので、優勝戦もこのベースでほぼ変えることなくいこうと思います。評価としては現状どんな評価になりますか？ギリギリ中堅ですね。さあ準優勝戦のスタートなんですけども、こんなにのスタートだったんですか？そうですね、関東合ってるんですけど、やっぱどうしても今節ずっと本番のタイミング遅れるんですよね、足が落ちちゃうっていうか、だいぶ回転が落ちるんで、行ってもやっぱ届かないみたいな感じがあります、ではですね、最後にゲストの皆様に一言お願いいたします、はい、厳しいですけど最後まで頑張るんでご声援よろしくお願いします。5号艇は地元群馬の秋山直之選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ今シリーズの船足はここまでどんな手応えできていますか？もうほぼもらった状態ベースなんですけど、悪くはないとは思っています、何か特徴面等はありますか？ちょっと伸びるかなぐらいで、バランスが取れてる感じですかね、シリーズ通しての見え方っていうのはいかがですか？自分のタイミングで行ってます、はい。では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします、はい。追加戦で優勝戦乗ってしまってすいませんでした。ですけど精一杯やります。6号艇は地元群馬の野村誠選手です。優勝おめでとうございます、はい、ありがとうございます。現状今シリーズの船足どんな手応えになってますか？特に足自体は目立つところはないです、はい、悪くもなく良くもなく、シリーズとしての見え方っていうのはいかがなんでしょう？ちょっと今節は思ったより届いてなかったんですけど、はい、昨日は早かったんでちょっと気をつけます。では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします、船券絡めるように頑張ります。応援よろしくお願いします。